香りと美濃小町特有の熱気が生命の息吹が聞こえてくる八戸市、八戸市体育館であります。さあおなじみのテーマだ、三冠戦の入場だ。あとはものすごい勢いで入ってくる、まるでテキサスの暴れ馬が砂塵を上げて突進してくるようであります。さあカウベルがけたたましく鳴り響きます。誰にもその勢いを止めることはできません。先週先々週ジャンボツルタのジャンボラリアットを粉砕、とにかくこのシリーズの反転はすごいぞ。新刊スタンハンセン入場。なんとかベテランの意地を見せたい玉砕戦法でしょう。大熊元志、セミファイナル45分の一本勝負で行われます。さあ山田さん、先週先々週放送したんですが、インターダックの前哨戦ハンセンがこのジャンボラリアット、ジャンボの右肘を破壊しましたね。そうですね、まあ非常にね、今回のハンセンを見てますとね、やはりあの動きにね、また一味違った面が出てきましたね。非常にあの重厚さが増したっていうんでしょうか。あーはい、以前のね、ハンセンですとね、ただもう闇雲にね突っ走るという感じだったんですが、やっぱり自分のレスリングっていうのは非常に考えるようになりましたね。先週ご覧いただきましたように、机、椅子、ロープ、キック、二人がかり、カウベル、もうとにかくありとあらゆる手段を使ってリンチ、めった打ちでありました。鶴田もあそこまでやられたの見たことは私ありません。さあ大熊が意欲を見せている、一発でヘルボをかわしてドロップキック。もうこれは大熊玉砕戦法ですね。そうですね、まあ、やっぱりね、大熊選手としたらね、はい、もう勝ち負けを考えるよりも、ね、どうやってぶつかっていくかというところですよね。さあ顔面ぶきむしり、しかしもうハンセンの反撃が始まってしまいました。大熊コーナーに捕まりました。しかしヘッドバット、顔面ヘッドバットで対抗します。もうヘッドバットを打って打って打ちまくる。俺とラリアットの相打ちをして勝てる相手がいるか、ラリアットは俺しか似合わない、このように言ってのくるスタンハンセン。今日はこの見せしめに大熊をラリアットで山田さん仕留めるでしょうね。そうでしょうね、やっぱりね、この大熊選手のようなね、はい、突進型の選手はやりやすいんですよね。そうかもしれませんね、はい、さあ今度は思いにドロップ、いいですね、胸元に決まった、喉にも突き刺さっています。さあウエスタンラリアットでジャンボ鶴田を破壊しました。今夜は大熊を粉砕か、試し切りがどこで見られるか。あしかし大熊がおすごい音だ、放送席までその気迫とこのチョップの音が伝わってきます。しかしハンセンもこういったラファイトはお得意であります。大熊を捉えた、大熊ちょっと頑張りは分かるんですが、ちょっとなすすべがありません。さあどうだ、今度はフレークニーパット、なかなか見せません。今日はね、はい、やはりハンセンはいろんなことをやってますね。そうですね、自分のね、一つ のテストだと思うんですね。あーはーはー、これは PWF 戦あるいはインタータック戦への布石。そうです、そうです、なるほど。そういえばパンチ、チョップ、本当にいろんなことやってますよね。今度は場外戦、ジャンピングニーバックも出しましたしね、おっと椅子攻撃ですか。今度は椅子を持ちました、スチール製の椅子。確かにあの馬場選手も言うように今回のハンセンは違いますね。そうですね、展開します。スタンハンセン、おっと大熊と大熊もやり返します。ジャイアント馬場がリングサイドに、ジャイアント馬場がリングサイドに来ております。珍しくね、馬場選手が指示を与えてますね、はい、大熊に指示を送っております。ジャイアント馬場リングサイド、背中、大きな背中が見えます。今試合が終わったばかりのジャイアント馬場、さあハンセンがリングの中央グラウンドに持ち込みました。ヘッドロックしたまんまですね、はい、そうですね、まあしかしこのままでいきますと天竜長州原のラリアット粉砕も十分考えられますが、あとは今度はドロップキックだ。ちょっとね、距離があったんで甘くなりましたけどね。そうですね、さあそろそろラリアットへの助力でしょうか。なかなかこのお客さんも期待しているんですが、一つ一つ技を確かめるようにハンセンが技を出していきます。さあ大熊が場外へエスケープ、しかしハンセンの前にはジャイアント馬場がいた、はい、馬場とやり合います。馬場の顔面を厳しった、そしてさらに返す中で大熊をリング上に上げた。さあ今度こそいくか、地獄へ直行
本部席の方へ連れていくスタン・ハンセン、やはり狙いはこのジャイアンツ高浜の BWF のベルトでしょう。スラットを確信に続きにこの両者の一騎打ちが決まっております。まさにこの大熊にラリアットの本気本元の威力をデモンストレーションいたしました。さあ収まりませんスタン・ハンセン、このタウベルブルロープでジャイアンツのガボーンで打ち、おいあれようです。いかがですかこの暴走ファイト。やっぱりね、今日は馬場選手がああいう形でね、出てくるってことも意外だったんですが、やっぱあれはねすごい意識してますね。